皆さんこんにちは。総合格闘家の松浦真宮です。実は昨日4月23日にプロフェッショナルシュート417 at 高松においてプロデビューを果たしたばかりです。生まれたてほやほやおぎゃーっていう感じですね。これから格闘家になりたい方、そして格闘家の試合の舞台裏気になる方、ぜひ最後までご視聴ください。はい、まずはね、まあ、ちょっとバックグラウンドからお伝えしたいんですけど、私は30歳から格闘家を目指して4年間かけてアマチュアのいろんな試合を積み重ねてきて30戦してきましたね。で、その戦績が認められて、今年シュートっていうプロの団体でプロデビューを果たしました。プロデビューというかプロ昇格の、まあ、ライセンスをねもらいました。そして新人王トーナメントっていうのにね、エントリーしました。この新人王トーナメントっていうのは、まあ、ルーキーですよね。この、ここ2年ぐらいで、プロ昇格した、プロの選手がエントリーできるんですけど、1回しか出れないんでね、この新人王、みんなね、憧れの新人王に、を目指して、本当に、戦っていくんですけれども、私にとっては第1回目の試合が昨日行われたという感じです。で、ポスターにね、自分のね、写真が結構いいところに載ってて、すんごく嬉しかったんですよね。はい。で、対戦相手は今回はね、山口のマスタージャパンっていうジムの松岡龍之介選手ということが、この時決まりまして。で、やっぱりこの相手選手を研究するわけですよ。過去の、試合動画とかを YouTube で見たりとかしてですね、あ、こういう選手なんだ。今回の松岡選手は組がとっても上手で、柔道10年っていう経験で、柔術青帯、で、全日本選手権、アマチュアシュートの全日本選手権で3位ということで、まあ、手強い相手にはなるなとは思っていましたね。どういうゲームプランで挑むのかっていうことも今回考えて、戦略を立ててました。練習は自分はまあ週に5日間、そして、毎日2ブレンをしています。2ブレンっていうのは昼と夜、仕事どうしてんのって思うかもしれないですけど、実は総合格闘技実業団の代表なんです、私。で、今、私以外に4名の団員がいるんですけど、みんなで介護の仕事をしながら、昼と夜、総合格闘技をやっているっていうことをしています。ちなみに今、メンバー募集してますんで、興味があったらぜひ、下のリンクからお問い合わせください。やっぱり階級制のスポーツなんで、この MMA っていうのは。で、そうなるとやっぱり減量っていうのがあるんですね。炭水化物を最後はね、最後の週は抜いたりとかするんですよ。で、そうなるとね、やっぱ炭水化物ってね、悪いものってなんか巷ではね、思われてるんですけど、そんなことなくて、炭水化物こそ本当にスポーツマンというか、MMA 選手にとってとっても重要な栄養素なんですよね。で、これを炭水化物がなくなることで、もう爆発的な力が発揮できなくなって、練習にも集中できなくなりますし、まあそんなことで、やっぱり減量と練習っていうのはね、この減量期の最後の調整期に入ってくると、まあ練習量も自然と減っていくということになります。最後のね、調整期に入る前に、自分は、やっぱりたくさん練習量追い込みもしたいし、やっぱり追い込みってフィジカル的にもそうなんですけど、やっぱメンタル的にもこれからね、戦争に行くんだよって、これからね、本当1対1の決闘するんだよっていうのを、やっぱ自分の中でやっぱり気合を入れないといけないんですよね。まあ、出稽古でいつもお世話になっている、グロースチームに行ったりですね。あとは、いつものトップティアのメンバーに俺を追い込んでくれ。もう地獄のメニューを用意してくれってね。かっちゃんにお願いしとかしてね。そしたらね、いろいろ調べてね、考えてくれたんですよ。やっぱこういう練習大事だなってつくづく思いました。試合って、何が起こるかわからない、わけじゃないですけど、もう意識が飛んでる中で動かないといけない。もうカオスですよ。で、そのカオスの中で、しっかり自分を自制して、動かないといけないし。で、そういう状況に近い状況を、この練習の中で再現していると思うんですよね。はい。で、試合1週間前から、今まで、ね、練習量をたくさん上げてきたんですけど、そこから、まあ、テーパリングしていって、まあ、練習量を少なくしていって、それと同時に減量も、本格的に始まっていきましたね。まあ、1ヶ月ぐらい、徐々にこう、体重を落としていって、だけどこの最後の1週間で、炭水化物抜いて、あと塩分抜いて、で、水をたくさん飲むんですよ。で、こういうことしていくと、どんどん体重がね、落ちていくんですよね。
体の体脂肪率とかもこう体組成計でチェックしてるんですけど、どんどんね体の成分が変わっていくのを目に見えて、また鏡の前でね見てもね、やっぱり自分が変わっていくのはねわかりますね。はい、どんどん引き締まっていくし、体脂肪率が低くなっていく。そういう中で最後はね70キロ切るぐらいまで、落とすことができました。はい、おはようございます。今から、試合会場じゃなくて計量会場の高松に向かいます。今回はね、前日から水抜きしてません。当日ってか今からします。はい、今ね6時半なんだけど、高松にだいたい9時ぐらいに着きますね。で9時に着いたら温泉に行って水抜きして、そのままの足で会場に行って計量クリアするというそういう作戦です。まあ、初めての試みなんですけど、どうなるか。まあ、今朝は68.9 キロで起きたんで、あと3キロ水抜きで落とします。69キロから3キロ水抜きをすればよかったんですけど、その3キロがね、まあたった3キロと思ってたんですが、もう舐めてましたね。はい、天然温泉キララに来ました。ここはね朝の6時から空いてるっていうことなんですけど、大規模な銭湯ですね、まあ、温泉ですね。こうやって食べるとこもあるし、あそこに畳の間があって寝るとこもあるんで、減量するにはねいい場所だなと思いました。今日はね体組成計持ってきたんで、減量しながら、まあ、水抜きしながら自分の体の構成がどう変わるのかっていうのもデータとして取りたいし、あとはそうね、まあ妻が今から減量してる人の前でご飯を食べます。8時半から12時までに3キロ落とせばいいっていうことだったんで、あ、余裕だなって思っていたんですけど、もうね、途中で汗が出なくなってしまって、どんなに湯船に浸かっても汗が出なくなってしまった。で、もうこれはやばいやばい、どんどんね、最初はね、余裕こいてたんですけど、どんどん時間経っても落ちないもんだから、焦ってしまって、サウナってね、一番良くないって言われてるんですよ。サウナ使って汗かくのがね、一番体力消耗して良くないって言うんですけど、もうその禁断のね、サウナ3回入って、もう、寝っ転がって寝てですね。もう汗、でも汗かかないんですよ。はい。心臓がバクバクいってるけど汗かかなくなっちゃって、あ、もうこれダメだってもう思ったのが12時近く。はい。で、もう汗これ以上かかない。でももうフラフラ。で、何回も体重計乗ってね、確認するんだけど、もうあんまり落ちなくなってきた。もう焦るじゃないですか。でも焦ってるそんな中で、もう決めましたね。あ、もうやめようって。やめよう。もう、お風呂はもう無理だ。もう、すごいのぼせてて、サウナスーツ着て走ろうって、もう決めたんですよ。そしてもう急いで、もう体まだ暑いですよ。暑いんですけど、急いで出て、そしてロッカーでまた服をね、急いでね、歩いたけど、その時ある服を、もう、急いで着て、もう冷めないようにね。で、服をね、着るのもやっと、本当に、ね、上着を着るのもね、大変だった。後ろがね、ちょっとめくれて、ちゃんと直せなくて、なんかそれもね、できないぐらいね、弱ってました、本当に。で、そんな状態、フラフラな状態で、で、受付で、靴箱の鍵をね、と交換するんですよ、ロッカーの鍵。その時ももうね、カウンターに持たれて、はぁーって感じで、もうね、死にかけてました。ちょっとね、舐めてましたね。3キロを舐めてた。あと 0.3 キロ落とさないといけないんだけど、それは走ります。でもお風呂上がり直後で 0.3 キロでした。あとだから今急いで上着とかいっぱい着てるんだけど、ふかしたらね、のぼせてるだけかもしれないから、結構辛いんだけど、のぼせてるだけで汗はまだかけるような気がするんだよね。だから、はい、今急いでね、上着とかいろいろ着たけど、なんかね、銭湯の中でおじいさんがね、おじいさんみたいな人が、あんたは体脂肪いくつ見たいっていうふうに言うから、7って言って、って言われたから、7って言って出てきた。もうね、敬語使うゆとりがなかったよ。うん、それぐらいしんどかった。だけど今急いで車の中でこれ全部着込んで歩いたけども、あと 0.3 キロ残したまま、ちょっともうね、もうダメだと思って切り替えて、サウナもね、禁断のサウナも3回ぐらい入ったんだけど、ダメだね。なんかよし、じゃあ今からね、会場の近くの
コインパーキングまで行って、そこからちょっと走って、それでそのまま汗かいたなと思ったら、そのままの足で会場で計量クリアしていきたいと思います。おはす。今回はね、唾も吐かないとダメだ。え、そんなに？うん。超脱水だね。汗出てます。この車の中が一番汗出るわ。悪いけど寒いな。最悪もお風呂じゃなくてもうね、厚着してサウナスーツで走るのが一番だ。もう自分にはそれがあってるな。もう分かった、これで分かった。しかし見て、うん、走った方が汗が出る。車に乗って、乗った瞬間、汗がダラダラ出てきました。お、汗が出たと思って。で、その時ね、ちょうどね、暑い日で、4月なんですけど、暑くて、窓も閉めて、で、クーラーはね、うちの妻にもね、ちょっと我慢してもらって、その時に車の中でもうもっと汗出さないといかんって思って、もう運動しました。車の中で、もうこうやってなんか、適当に。で、一番その後、もうね、でも運動するって言ってももう動けないんで、ヘトヘトなんで。だから自分の頭とつま先をこう、交互に触るっていう運動をして、それで体をずっと動かしてました。その十何分間。はい。だからね、多分ね、周りの車はね、信号とかで、あの人やべえ人だってね、思ったと思うんですよ。はい。まあ、このフードを被ってね、真っ黒いフードを被って、こうやってね、ずっとこうやって首振ってるみたいな。うん。多分ね、気違いがいるんじゃないかって思われたはずです。まあ、とにかくね、そんなね、人の目も気にせず、もうね、とにかく、もう汗をかかないと、もう計量クリアしないと、プロ、せっかく4年間かけてアマチュアからね、プロに、念願の夢のプロの舞台に立てるのに、これを計量ミスでね、逃すわけにはいかないと思って。はい、駐車場に着きました。声が出ません。声が手動モードで、手足が痺れます。もうちょっと無理なんで、これで体重測ります。でこれダメだったらまた考えます。はあ、マジで言う通りね。はあ、はあ、だから会場に入って、もう自分が結構最後でしたね。もう皆さん他の選手も勢ぞろいしてて、で自分だけなんかすごい40、50にもね服を着てて、顔だけしか出してなくて、でそれですごいみんな心配そうに見ててね。対戦相手の選手もね、道中ですれ違って、相手のセコンドが、セーフ？大丈夫？体重大丈夫？みたいな感じで、あ、大丈夫です。みたいな感じで言ったんだけど、心の中では、大丈夫かなみたいな。まあ、それで予備計量というか、事前計量みたいなのができて、もう、計量が始まるちょっとギリギリ前、もう1分前に予備計量させてもらったんですよ。その、体重計に乗ろうとした時に、横にね、主催者のね、豊島さんっていう方が来て、体重大丈夫なのみたいな感じでね、こう心配そうに聞いてきたから、実は銭湯から直で来ました。ええー、みたいな感じでね、返事して。それで乗って、体重落ちてるかなって見ました。そしたらね、揺れてるじゃないですか、数字が。うわー、どうなるんだろうと思って。で、ピッてなったら、あ、余裕でクリアしました。はい、65.5 でしたね、その時。そして、うわーって俺、思わずね、声出してしまって。その時にね、周りの選手たちがみんなギグってね、なったのをね、感じたんですけど。そして、よかった、余裕だって言ったらみんなが、あーみたいな感じでね、なってて。あーよかったーと思って、もうそっからもうね、本当にもう緊張が解けたような感じで、もう自分の中でほっとして、もう喜び、もうパスした喜びですね。あーもう緊張したって感じで。まあ自分も無事、その時クリアして、で、対戦相手の方と向き合って、写真も撮って、そして、まあ、計量クリアした後は、まあ、一言、マイクの時間があって、で、自分もね、まあ、なんか、洒落たこと言いたいなと思ったんですけど、なかなかもうそんな考える暇もなく、とにかくほっとしたんで、まあ、その、ほっとした喜びがね、こう、滲み出るようなマイクになりましたけど。プロデビュー戦なんで、そこも、派手になって、盛り上げていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。続いて、松浦選手。総合格闘技実業団トップギア、松浦真宮です。念願のプロ昇格して、第1戦ということで、すんげー楽しみにしてます。すごい熱い試合
期待してください。やり返しますね。あ、いいね。やり返しますね。期待してください。おっす。はい、ありがとうございました。まあ、とにかく楽しみで、ですということをね、伝えて、まあ、その日はね、まあ、役割を終えました。もう本当に写真見たらわかるんですけど、骸骨みたいなね、顔してますよ。頬がこけで。うん。はい、無事にね、計量クリアして、もうね、そのまま行きました。そしたら奇跡的に、65.5 キロだったんで、そのままクリアしました。はぁ、もう声も変わって、手足もしびれ始めて、もう最後はもうね、気分も苛立ってて、妻にちょっとね、辛く当たっちゃったんだけど仲直りのためにちょっとどっかうどん食いに行きますああ、涼しすぎる、気持ちすぎる、最高。一口飲むたんびにこうなんか力がみなぎってくるような感じがしてですね、でそのまま高知に一旦帰りました。2時間ぐらいかけて、まあ、妻が運転してですね、帰りましたけど、この車の中でずっと水をちょびちょび飲みながら、寝ましたね。はい、ぐっすり寝ました。で、帰ってからまたいろいろ食べて、もうとにかくたくさん、ゆっくりですけど、やり方があるんですけど、たくさんなるべく失った炭水化物が塩分とか、まあミネラルですねとか、まあ水分はね、どんどん補給していって、で次の朝起きた時にはもうね、元通りというかね73キロで起きましたね、次の朝は。はい、そんな感じですよ。 65.8 計量した次の日、73キロでした。はい、でまあ試合当日なんですけど、まあ僕のチームでプロは自分だけなんですが、アマチュアの子たちがいるんですけど、その子たちが、セコンドをね、まあ、初めてのプロのセコンドをするわけですよ。だからね、みんなも緊張してる。で、自分も緊張してる。だけど、自分は緊張するわけにいかないじゃないですか。この子たちが緊張しちゃうし。だから、そんな中でね、みんな慣れない中で、本当に初めてがたくさんあるんですけど、もう本当にこのトップティアっていうチームで、やっぱりやりたいんだって思ったんで、もちろんね、他の慣れてる人にセコンドお願いすることもできたんですけど、いや、あえて、これはもうチームで、トップティアで、だけでやりたいなと思ったんで、まあ、この、まあ、未熟な僕たちなんですけど、本当に、セコンドも初めてっていう子たちにね、みんな頑張って、やってもらって。テーピングなんかも初めてやるわけですけど、まあ一週間前に一応やり方やったんですよ。勉強したんですよ、みんなで。で、動画とか見ながら、テーピングのやり方勉強して、で、それをまあ覚えてもらって、で、当日テーピングしてもらうじゃないですか。で、テーピング終わって、で、バンテージの確認をするために行くわけですよね。で、行った時にね、スタッフの人が、ん？これ、ちょっと、分厚すぎない？みたいな感じで言われちゃって、その時もギクってなるじゃないですか。もうドキドキですよ。自分も。で、その、テープ巻いてくれたかっちゃんもね、一緒に連れてきたんだけど、ちょっと一緒に来いっつってね。で、ほんで、もう二人の中では、あんだけ時間かけてテープ巻いたのに、で、試合までもう、時間がもう間近なのに、まあでも、分厚すぎないっていうふうに、ちょっとね、言われてしまったんですけど、でも、そんなことはないっていうことだったんで、どっちだいって感じだけど、それでクリアしてね、しっかりハンコ押してまいりましたね。まあ、僕たちね、初めてなんだけど、初めて巻いたプロのテーピング、ね、バンテージ。多分ね、プロのバンテージ職人とか見たらね、きっと、綺麗にはね、できなかったかもしれないけど、だけど僕たちの精一杯で、それをやりました。はい。まあ、主催者の豊島さんっていう方が、近づいてきて、今日はね、マイクを、もう、入場の時にマイクをお願いって言われて、どういうことですかって聞いたら、もう、デビュー記念に、マイクをやらせてあげるよっていうふうに言ってくれたんですよ。自分マイク大好きなんで、超嬉しくなっちゃって、いいんですかつって頑張りますって言って、シュートの、大会って、皆さんね、まだ見たことない人、ぜひね、見に行ってほしいんですけど、かっこいいんですよ。まずね、最初、
試合始まるときに、選手が全員入場するんですよ。で、リングだったり、まあ、ケージの中に入って、みんな整列してですね、赤コーナーと青コーナーでこう、ピシッと整列して、名前を読み上げられて、まあ、拍手をもらうわけですね。で、その後に選手代表の挨拶みたいな形で、こう、マイク、パフォーマンスがあるんですよね。まあ、このマイクをね、お願いされた時に、ま、いろいろ考えたんですけど、自分のことを言おうかなとかね、いろいろ考えたんですけど、まあ、でもね、二つのことをね、決めました。一つは、やっぱり選手代表だから、選手として、まあ、他の選手も代表して、自分だけじゃなくて、他の選手も代表して何か言いたいことを言いたいな、代弁して言いたいなっていうのが一つ。もう一つは、その、観客、このね、まず始まったばっかりだから、まあ、みんな緊張してたりとか、やっぱりこの、なんか、シーンとしてるわけですよ。で、そこをまず盛り上げたいなっていうのがあって。で、今回はね、観戦してもいいっていうことになったんですよ。この試合。ね、この大会から。だから、もうこれはもうやっぱり利用するべきだなと思って。やっぱり、これが声を出してみんなでこう、わーってやりたいなと思ったんですね。自分ラッパーでもあるんで。で、そのラッパー風にですね、みんなを煽って、もうシュートとフォースってね、みんなでね、掛け声を言うように煽ってですね。それで、なんとなく盛り上がって拍手がわーってなって、その後に、やっぱり選手の、代弁するということで、まあ僕たちがね、日々、本当に努力を、本当にね、試合はね、あっという間に終わるんだけど、5分2ラウンド、5分3ラウンドで終わるんだけど、でもその一瞬のためにたくさんのね、犠牲をね、払っているんだよっていうことを、一応伝えたかったんですよ。で、それを、やっぱり、応援してくれてるたくさんの人が駆けつけてくれてて、その前で自分のベストを尽くしますっていうようなメッセージをね、しました。はい。そしたらね、まあ、そのマイクが終わった後に、結構関係者とか、あと他の選手たち、知らない選手たちもからね、声かけてもらって、めちゃめちゃマイク良かったですよとかね、もう本当にこれから、MMA 盛り上げていきましょうとかね、本当にそうやって言ってくださって、パラレスラ沖縄の代表の松根さんも会場にセコンドできてたんで、松根さんからもね、マイク良かったよっていう風に褒めてくれて、あ、良かったと思って、本当に自分の役割をね、果たしたなって思いましたね。はい。なので、まあ、デビュー戦にしてマイクを持たせてもらって、そしてしっかりと役割、ね、挨拶、選手代表挨拶をね、役割を果たして、あとはもう試合だけ、もう試合で勝つだけっていうところまで来ました。バンテージもしっかり負けたし、試合を目前にして、もう僕はね、第3試合だったんで、まあ割と早かったですけど、ね、出番が来るのが。でも初めてなんでね、プロの。結構緊張してましたけど、でも今までね、いろんな舞台、もう場数踏んできたんで、アマチュアも含めて、うん、トライアウトもね、やったし、トライアウトは結構プロに近いんですけど、だからそんなのもあって、もう緊張はね、そこまでしてなかったです、実はね。うん。もう結構リラックスできてました。はい。まあ、そんな中で入場して、で、試合が始まったわけですが、うん。まあ、組が強い選手だと思ってね、臨んでいたら、想像以上の打撃っていうのがあったなっていうふうに思いました。うん。で、やっぱり動画見返しても、やっぱ結構もらってるし、ね、うん。やっぱそこら辺はね、自分の穴が結構、うん、出ちゃったなと思ったし。まあ自分も見せ場をいろいろ作れたし、1ラウンド目の最後に、バック、ね、リュックサックみたいに後ろに飛びついて、で、本当にもう、形は入ってる。もう、キャッチできた状態で、ただね、時間が足りなくてね、ちょっとチョークスリーパー決められなかったんですけど、そういう見せ場も見せることができて。まあとにかく、テイクダウンはね、一度もされずに、はい。たくさんテイクダウンは仕掛けてきたんですけど、一個も、テイクダウンされませんでしたね。全部切って。はい。逆に自分がテイクダウン2回ぐらいしました。はい。まあ、そんな展開だったんですけど、自分勝ったって思ったんですよね。自分勝ったって思って確信してたんですけど、この、ジャッジの、点数をね、発表されるときに、最初ね、20対18って言って、松浦真美、赤コーナー松浦、あ、20対18、あ、すげえ、まあ、当然だなと思ったんですよ。あ、勝ってたと思ったから。でも次がね、19対19。で、その次も、19対19。で、結果、ドローという風になって、まあ、自分の中では、ドローってなったんですけどね。はい。まあ、5分の2ラウンドなんで、結構2ラウンドの試合ってドローがね、多く発生する可能性があって、ね、1ラウンド目は勝ったけど、2ラウンド目は負けたとかもあるじゃないですか。だからそんなこともあるから、ドローが多いっていうのは分かってたんですけど、まさか自分がドローかと思って、ちょっとショックでした、実はね。うん、まあ、今回良かったのは、ドローではあったんですけど、ポイントではこっちが上回っていたんで、私が、準決勝、新人王トーナメント準決勝に進出という形になりました。はい、引き上げでした。
引き分け。悪くないけどね。まあ2回戦進出っていうことでよかった。みんなありがとうね、今日お疲れさん。ああ、全然非常に近いなみんな、うん、みんなそれセコンド陣超頑張りました。えらいさあ、よっしゃ、お疲れ様でした。まあ初戦ね、突破したっていうことにおいては、まあ目的を果たせたんですね。で、まあとりあえず今は安堵してます。とてもまあ自分の中では喜んでます。はい。帰り際にね、いろんな方、ファンの方々とかもね、まあ、シュートファンの方々がいて、写真一緒に撮ってほしいとかね、そういう要望があったんで、まあそういう、シュートファンの方々、観客席の方々と交流とかしながら、なんかすごいね、あ、プロになったなっていう感覚、なんかそんな感覚が芽生えました、自分の中でも。あ、なんか写真を求められるようになったなって。結構ね、YouTube 見てますとかね、TikTok 見てますっていう風に言ってくださったりとか、してですね。とっても嬉しかったです。はい。まあ、まとめると、プロデビュー戦、やっと手にしたこの機会、4年経って、初めてプロデビューして、しかも33にもなってね、もうすぐ34ですよ。でも、本当に、この、初めてのプロの舞台に立つことができて、もう感謝。感謝しかないです。で、本当に感謝しかない。うん。本当にそう。たくさんの人々に感謝。そして、神様に感謝。本当にもう感謝しかないです。そしてそんな感謝の中でこの試合ができることが本当に嬉しくて、そんな中で一生懸命自分が今までやってきたことをただやるだけ。だから別に格好つけもしないし、別に煽らないし、別に相手選手をなじることもないし、ただもう感謝なだけ。でそんな中でただぶつかるだけ。うん、それができたんで、とっても充実したし、まあ、結果はドローだったけど、まあでもね、無事進出できた、トーナメント進出も決まったし、何よりも自分のベスト、その時のベストを出すことができたから、まあ、それは本当に達成感はありました。本当に感謝です。今、この試合終えて、やっぱり見返して、たくさん修正しないといけないところがいっぱいあるんで、それを一つ一つ確実に、もう、修正して、でトータルファイターとしてさらにもうレベルアップ、幾重にもレベルアップして次の試合臨みたいと思います。次の選手と戦う時はもうさらに強くなって、はい、行きますんでね、もう覚悟してくださいね。煽ってんじゃん。とにかく頑張りますんでね、これからも皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。まだプロとしての松浦真宮の冒険が始まったばかりです。トップティアの団員たちと、またチームと力を合わせて、また皆さんの応援をいただきながら、これからさらなる高みに挑戦していきますので、皆さんぜひ私と一緒にチャンピオンまでの道のりを歩んでくれませんか。はい、松浦真宮の33歳からの総合格闘技プロ昇格の舞台裏のお話でした。皆さんよかったら LIKE、 チャンネル登録、そしてベルマーク、そしてコメント、そしてシェア、よろしくお願いします。総合格闘技実業団トップティアでは現在、あと2名の2期生を募集しております。この春2人の方が、1人長崎、もう1人東京から来て、チームは、今5名から7名になろうとしています。あと2名、募集してますんで、今年は、もし毎日練習したい、僕らと一緒に仲間になって、本当に高みに目指していきたいという方はぜひお問い合わせください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。松浦真宮でした。バイバイ。Peace out!